今井賢治は、日本の建築家。早稲田大学理工学部建築学科卒業。母校の教授を長く務め、建築作品と共に教育者として研究室から、優れた建築家、研究者を多数輩出した。東京市赤坂区青山権田原町に生まれる。青山尋常小学校、日本中学校を経て、早稲田大学理工学部建築学科へ入学。1919年。 大学卒業と同時に助手に任命され、翌年、助教授に就任。1926年から1927年に、かけて、東京地下鉄道の各駅の構内、出入り口の設計、車両の内装や、職員の制服デザインを担当し、ヨーロッパの地下鉄駅の研究及び、早稲田大学からの近代建築視察を行うため、外遊。ソビエトから北欧。 ヨーロッパ諸国を回り、バウハウスなどモダニズムの作品のほか、アントニガウディやエストベリ、シュタイナーらの作品に触れた。帰国後、これらの作品を日本に紹介した功績も大きく、ガウディの紹介者として草分けに当たる。1928年の帝国美術学院設立、及び1935年の多摩、帝国美術学校設立にも関わり、多摩帝国美術学校では講師を務めた。 1937年、早稲田大学教授に就任。教え子には、池原義郎らがいる。1948年には、妻の死をきっかけに、カトリックの洗礼を受け信者となる。1965年早稲田大学名誉教授。1965年関東学院大学教授。1979年日本芸術院会員。作品数は、多くないが、合理的。 機能的なモダニズム建築からは距離を置き、建築に職人の手の技を残す作品を作った。職人に混じって自らタイルを張った、などのエピソードもある。早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、六山美術館本館日本26、成人純教記念館。ありがとうございます。